若狭鉄道 WT3300 系機動車は2001年に一両が製造された若狭鉄道の機動車である。若狭鉄道開業時から使用されていた WT2500 系の老朽化に伴う更新工事の間の予備車確保、イベント対応の目的で製造された。1987年10月に国鉄若狭線を 第3セクターに転換して開業した若狭鉄道が開業に際して投入した WT2500 系の更新工事期間中の予備車確保、イベント対応の目的で製造された両運転台と入れなし、オール転換クロスシートの新潟鉄鋼所製機動車である。車体はステンレス製、客用扉が引き戸となった。イベント対応のためカラオケ設備を搭載。 車体中央部の座席は回転式とされ、二人掛けの椅子六組を向き合わせて会議スペースとすることができる。導入にあたり、日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号である。イベント使用時以外は在来車両と共通で運用されている。車体はステンレス製、全長は WT2500 型より 500mm 短い 17500mm となった。 乗務員室は左隅式とされ、正面に貫通扉が設けられた。客用扉は引き戸となり、幅も1000ミリメートルに拡幅されたものが片側2箇所、運転室直後に1箇所、反対側の車端にもう1箇所が設けられた。乗務員扉は設けられなかった。扉間には冷暖房効果の向上を狙った固定式の窓6組が設置されたが、 トブクロブに窓はない。車体外部はステンレス無塗装で、倉下に赤、青の帯が巻かれ、若狭町のシンボルである鬼の絵がトブクロブに描かれた。車内には二人掛けのクロスシートが設けられ、中央部の左右各一組が回転式、それ以外の部分は転換式となり、両者合わせて19客、38席が設けられた。若狭方面に向かって、 左側先頭部の客用扉後部には車椅子スペースが設けられ、こちら側は一列座席が少なくなっている。車体中央部の座席は回転式とされ、二人掛けの椅子六組を向き合わせて会議スペースとすることができ、スペース中央にテーブルを設置することができる。イベントでの使用を考慮してカラオケ設備が搭載された。エンジンは 新潟鉄鋼所製 DM 回 13Hz ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は多く22から1610液体変速機を介して台車に連達される。WT2500 型には出力 184kW のエンジンが搭載されて、板が積雪時や冷房使用時に出力が不足することがあったため、出力 243kW に強化されている。 前くらい、即台車は二軸駆動の同台車、NP131D-2、後くらい側は、受台車、NP131T-2 で、いずれも空気バネ式である。制動装置は、在来車両との並結のためで1、A 自動空気ブレーキが採用された。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。冷房装置は、気管直結式。 能力3 6 1キロワットのものが一機搭載された。WT3000 型と連結されて運用される、WT3300KWT2500 系,系の WT3000 型への更新工事施行に、伴う車両を不足に対応するため製造されたが、イベント対応の設備を備えており、導入にあたって、日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号である。 イベント使用時以外は、在来車両と共通に、若狭線工芸駅若狭駅間及び、JR ンビ線に乗り入れて、軍家鳥取駅運用されている。はやぶさラッピング2016年3月20日から、若狭線、はやぶさ駅が、鈴木製大型バイクはやぶさの愛好者の聖地とされていることから、WT3301 に、大型バイク、はやぶさのラッピングを施して運転している。 2016年4月から若狭鉄道の全車両が若狭町、八津町に無償状とされ、両町が維持費を負担、若狭鉄道に貸し出す形で運行されている。ありがとうございます。